The first speaker this afternoon will be Remiko Nomita of Farmhouse Miyakoji. She will make a presentation about what has changed in 3 years after the lifting. Thank you very much.声が大きいんで声のあんまり使わないんです。宮古寺町は昔村と言いましてね、10年ぐらい前に田村市に移ってきたんです。で、私たちはそのずっと前、村の時代約30年前ぐらいから宮古寺に住み出しまして、そのまま居座っているんです。で、今回ですね、こういう騒動がありましたけど、私たちにしてみれば、ごく普通に元に戻って普通に暮らすというのが、かなったら当たり前のことにも起きてました。でも、あの大地震はびっくりしました。で、簡単に言いますと、あの大地震はこう、お客様を送り出して、自分もちょっと一息ついて、猫をお腹に乗っけて居眠りしてたら、ドーンと来ましてね、驚いて表に出たんですが、猫も一緒に飛び出して、黒猫なんですが、3日間帰ってきませんでしたね。で、その間に浜の方の双葉町とか大熊町の皆さんが、288号線を登ってこられましてね、でも大渋滞になって、この辺りにこんなに車があったのかしらっていうぐらい全部郡山まで続いてたらしいです。で、その時には宮古寺はまだ何のあれもないんで、こともなかったんで、宮古寺の体育館や何か皆さんを収容しましてね、で、お布団だ毛布だって言うんでどんどん運んで、それから炊き出しにあるお米ご飯を全部丸めましてね、それからまた炊いて、それで持っていこうという段取りをしてました。私の場合は小さいペンションが開いておりますので、288号線沿いに、お客様が、ね、帰った後でのんきだったんですが、その間にまた登ってこられた方がいましてね、それでもう1階は広いですからどんどん入ってこられて、3月11日とものすごい寒かったです。雪ちらちらで皆さんも覚えてられると思うんですが、ただしラッキーなことに電気は全然止まりませんでしたから、床暖房をかけてあったんで、そこに皆さん一人ずつ、それからあちらこちらに散っていったというのが現状でした。で、今の双葉町の町長さんたち、新しい町長さんたちもうちにしばらく2、3日おりましてね、で、それからそれぞれの集合場所に行かれました。で、私の場合は動くつもりが全然なかったものですから、のんきに構えてましたら、どうしても動けと、逃げろと言われまして、よくよく聞いたら20キロ圏内に入ってしまってるからとにかく出てくる。で、消防の方たちが見えて、それから自衛隊も見えて、で、私が多分最後だったと思うんですが、外見たらもう誰もいなくなって真っ暗になっちゃって。で、まあ、田村は広いですから、おかげさまで市内の船引町のあたりに、相当数みんな逃げることができたわけなんですね。私も田村町の船引町の方に行きまして、のんびり構えてました。ただし犬や猫や忘れていけなかったものですから、それがとても気づき気配りだったんですが、4月の22日ですか、完全閉鎖されちゃったんですよね。それで飛んできましてね、大きな犬を外に飼ってましたんで、それを21キロのところにお友達がいたんで、そこのお友達の牛小屋に入れさせていただいて、で、そこに預けました。で、私は船引町というところから約30分近く毎日車に来て、犬のご機嫌取りをし、それから残ってる20キロから30キロの方はまだ残ってらっしゃる方がたくさんいたんで、その方とお話ししたりなんかをしてました。で、そ
その後ですね、大体の人は伝送というところの皆さんに逃げて、その後は、まあ、あの小学校、船木町の小学校の方に分散して、暮らしてましたね。で、私たちはあの主人と私はですね、仕事のこともありますんで、主人はその時中国の仕事をしておりましたんで、そっちはもう一度ちょっと帰ってきたんですが、すぐ行きまして、4月の2日の日にもう中国にまた行きました。で、私たちはあの仮設には入らずにアパートを借りまして、そこから犬の世話や何か、それからあの伝送の方に、団体で暮らしている皆さんの御用を聞きに来ました。洗濯に来たいとか、なんか買い物がしたいとかっていう方たちのために、あの車の足しばらくしてたんですが、まあ、そんなこんなで、本当のところの避難の 大変さっていうのは、私自体はその時はもう自分のことはパッパッと決めておりましたので、あまり気にもならなかった。ただしその帰れなかった2年っていうのは、まあ、途中から入れるようになりましてね、日中だけ OK とかいろんなことがありまして、もうそれをフルに使いまして、ともかく自宅に戻っていくということを第一にしておりました。で、そのうちに自我ペンションで人が泊まれるということ、それから、まあ、食事が何か用意ができるということが分かりまして、政府の復興局の方々が泊まるところがなくて、あの近辺のお仕事ができなくなる、できなくて困るということで、なんとか開ける方法はないかっていうんで、まあ、女性の方々もありましたんでね、幹部の人たちのための宿がないかとか、いろんなことになってきたんで、特別申請をそれぞれのところからしていただきまして、で私が一人戻りました。そして戻った最初の日はもう涙ですね。それはなぜかっていうと、たった1年ちょっとぐらい、まあ、人がいなかったし、猫もいなかったし、ネズミさんですね、ネズミさんがすごかったですね。子供も産んで、もうあちこちにネズミがね、いました。で、それをね、退治するのには何がいいかって、やっぱり猫が一番なんですね。で、早速猫を連れて帰ってきて話しました。真っ黒な猫なんですが、その子はアパートの方に内緒で持ってきましたね、私。で、アパートから一歩も出さずにいたんですけど、戻ってきて猫をしたら、あっという間に、その日の夜からネズミはいらっしゃいませんでした。はい、ですから、やっぱりそういった建物とかね、船とか、そういうのは猫が第一ですね。歩いて泣いただけで恐れをなすということらしいです。で、その後私は猫を信頼しましてね、今現在家の中に3匹、表に1匹、それから時々来るのは3匹、なんかいろいろいるんですよ。で、うちの周りは猫、ネズミはいないと、このような安定した生活をしております。それからですね、犬なんですが、犬は震災の間のうちにお隣のうちで大きな犬がまた生まれちゃいましてね、それは縛っておいたら、なんかいつの間にか子供ができちゃって、でいつの間にか産んじゃったという感じですので、うちの大きな犬と、それはもうその時点でもう12、3歳だったんですが、その生まれたての千代子っていうんですがね、女の子、それをもらいまして、で同じ小屋の中に入れて、でそれから6年一緒に過ごさせてます。それは表替えですけどね。で、まあ、震災で彼らも苦労したんで、大きな小屋を作ってやって、ドッグランも作ってやって、で、なんかこう豊かな生活をねしてもらうようには私も心がけておりますが、千代子という女の子の方はものすごく関わりんかりしてね、で、おじいちゃんのその犬をね、もう叱咤激励してですね、暴れ回るもんですから、そのおじいちゃんの犬は推定18歳ぐらいなんですが、今息も絶え絶えの生活をしています。私が今日帰ったら息してんのかなっていうぐらいのね、もうなっております。しかしこの騒動の中でね、一番励ましてくれた犬ですので、可愛がってます。この解除にあたってはね、住民懇談会というのが
ずっと何回も開かれたんですが、説明会があり、懇談会があり、懇談会があり、懇談会がありということで、3、4回ね、なるべく早く宮古自治区を排除しようということでやってくれてました。で、確かに大変な出来事ではあります。で、一番最初に、国が手掛けてくれたのは、この、20キロ圏内のね、放射線の分量がどのくらいかということをね、随分早くから調べてくれました。で、まだ私たちが昼しか帰っていけない時期なのに、政府のね、環境省や何かの皆さんが、若い人たちが何人も見えて、それで山のてっぺんとか畑の中とか、そういうところに一応この機械をつけてですね、測っておられました。一番楽だったのは家の中で本読んでる人でしたね。そういう役の人もいました要するにどこでどのくらいの放射線を浴びるかということをね、何回にもわたってやっておられました。そのうちに1回1回帰るのもなんだからってんで泊まることになったとか、いろんな事情がありまして、で泊まってくれたりしましたけどね。それでまあおかげさまでそんなに高い分量ではないということが分かりました。その時点でベクレルだのなんかいろんなことを聞きましたけど、最初の段階ではどっちがどうなのか、何がどうなのかっていうのは私たちも全く無知でした。で、しょうがないから本買ってきてですね、一生懸命読みました。で、どの程度がどうなのかっていうことをやっぱり自分で勉強しようということでしました。で、私の結論としては大丈夫だと。もう私今75なんですけども、75の人間、その時は69だったんですよね。そのぐらいの人間がどんなに浴びたとしてもね、その場でがんになるわけがないから、じゃあいいんじゃないかというようなのんきな結論を出しまして、一日も早くということでした。で、やはりですね、お隣近所には若いご夫婦もいましたしね、それから改めて結婚して子供さんが生まれた方もいらっしゃったんで、まあ、どういうふうになさるのかなとは心配してたんですが、まずは私たちと同世代、それからその次の世代50代の方々がもうすぐに戻ってこられて、そして家をこうきれいにして中を改築して、で若い連中が遊びに来てもまずはゆったりと過ごせるようにしようということで、そのお子さんたちが出入りするように、でその出入りするようになって、まあ、普通の生活にそうなると大体1年間のスケジュール通りに暮らすようなことになりますのでね。でそこで子どもさんが次々と、まあ、次々とっていうと、まあ、大体1年か2年あるんですが、生まれて現在3人子ども生まれていらっしゃる若い方がいるんですね。若いご夫婦で、その若いご夫婦はもともとは松戸の方で、学校の教師をしておられたんですが、小学校その方たちはすごくその時感激したんですが、福島の教員試験を取ってくれて、その旦那さんの、それで若い一発で受かりました。で今現在只見の方の小学校に今年3年目で教師をしておられます。したがって、まあ、県内に戻ってきてくれて、で行ったり来たりしておりますので、そこのご家族も戻ってくるとすぐ焼肉だとかですね、夜のパーティーっつっても大人が飲み食いするだけなんですが、そんなのとか、それから今年にとても良かったのは、そこのお家で一番下の男の子去年生まれまして、でその子が、初節句を今年することになりまして、その初節句に招かれてここに行こう、それから絵が出ますが、初節句の時に鯉のぼりをあげましたね。これ私口開けて喜んでるんですが、これがそこのお尋ねして、このね、すごく私好きなのはこの広い宮古寺の畑でですね、こんだけ鯉のぼりが悠々と泳ぎ、そしてまあのんきに口開けて喜んでおられるという、ね、私のこのような姿、これがね、普通の生活だというふうに納得できるわけですよ。これ普通よね。こういうことが常日頃から前はできてたんです。
それがね、できないできないっていうふうに思い込んでしまうと、どんどん気持ちがね、沈み込んでいくんです。これ万歳万歳っていうと、どんどん気持ちが上がっていきますから、私なんか最初からこういうのを見るとね、すぐテンションが上がる方ですから、嬉しかったですね。そして、ここのお宅でね、農業をやってられますんで、一番最初にもう田んぼを始めてくれたんです。で、最初に水入れたら田んぼの水がね、やっぱり1年、2年使ってなかったから、丸2年、3年近く使ってなかったのかな。で、水が抜けるって農業やってる方分かりますよね。水が抜けちゃうわけですよ、下の、田んぼの水がね。でもうそれでえらい苦労をされて、白かきだなんだって丁寧にされてね、で、できるようになって、2年目からはもうしっかりできるようになりましたね。でそういう方がさっき農業の方々たちのお話になったけど、洗礼が一つ二つ出てくると、皆さん、おい、大変じゃないっていう話になりましてね、それからどん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 20キロ圏内の人たちもやれる気持ちが高くなってきて、でなおさらもともとやってたわけですから、俺だってもっといいのできるよみたいな競争心なんかも湧いてきたりして、でみんなでこう見て回るんですね、いない間に。と田んぼってこう黒塗りとかね、きれいに縁をね、ドロドロの土でこう水が抜けないようにやるんですが、いやこの黒塗りは下手だなとかね、批判し合っちゃってるんですよ。で私なんかどうでも、もう全部素晴らしいことだと思って喜んで見てたんですが、この次に何か面白いのがありますね。トラクターになってるのがね、トラクターに、これがそのご家族でね、これ3人大きく雄大って言うんですね。今坊主みたいに見て少し毛が入ってましたけどね、この夫の方がそのカロリーの小学校に、もうこれで今年で3年目、お姉ちゃんが2人いるんですが、で私この農業のね、このトラクターとか農業用の機械、これはね大好きなんですよ。自分じゃ動かせないんですけどね、でそれの前で写真撮ったりするのがすごく好きでして、でここのお宅にいつもごやかになってこういう写真を撮らせてもらったり、楽しんでるんです。でここのお宅と、それからまあご近所がなんだかんだで我々の部落で、40軒近いんですが、その中でね、まあおばあちゃま一人になって家に帰っても誰もいないから、まあ市営住宅に、変更しようとか、それから若い人のところに、移住しようとかっていうので、 80% から 85% はだいたいもう20キロ圏内に戻ってます。で皆さん普通の生活に戻られました。で、まあ補助金や何かもいただいた分も含めてね、家を建て替えたり、それから内装をして建て増ししたりということで、ある種まあそれも今までできなかったことを一つ一つ片付けながらね、生活を基準を上げていったと、多分そこまではできなかったかなと思うようなお宅でもね、ちゃんとできて、それで喜びを感じる場所っていうのは、やはり喜びを感じて、まあごめんなさいねでそれで終わりっていうわけではないんですが、ある程度のけじめとしてはね、それは必要だとは思いますが、だらだらといつまでも賠償金に頼ると生活がまた崩れていくという現実もあります。したがって私たちはもういただいたもので、全部使って、それを使うと近所のお仕事をする建設会社とかそういうところにお金が落ちるわけですから、そうなるとお金の循環もあるわけで、自分たちだけが太ってお金持ちになったとかいう話にはならないというふうに理解しております。まあそうですね、いろいろな考え方がありますけれども、いずれにしろ生きてるとね、あんまり過去を振り返って後悔をして、いますと先へ進めない現実があるわけですよ。でも今こうやって喋ってる、これももう地球ぐるぐる回ってますから、反対回りしてもらわない限り、元には戻らないということですのでね、まあ地球が回っていくのと一緒に自分も回ってるわけですから、
次の時間をどういうふうに過ごすかというふうな考えをいつもいつも持っております。したがって、まあ、犬が死ぬのもしょうがないんですが、私たちもあと10年もすればいなくなるんではないかなというふうな設定をしてますが、最近やたら命を延ばしてくれる世界ですので、95とか100まで生きちゃったらどうしようかみたいな、ね、心配は逆にあります。あんまり長々と生きていきたくないなみたいな、日々が楽しくっても最後の何年間がやっぱりあまりにも惨めだとね、悲しいなというふうには思います。でも今のところ宮古島の人たちは、まあ、20キロ30キロ外の方々が、まあ、賠償金の問題で、訴訟は起こしてます。私は訴訟は起こして納得のいくまでやり取りした方がいいと思います。それはそれぞれの気持ちの問題ですから、訴訟は誰にでも許された権利ですので、それはおやりになってできちんと法廷で決着つければいいことで、それがいいことだ悪いことだっていうような話にはならないと思います。ただ20キロ圏内の方々であまり訴訟は今のところ起きていません。大体平穏無事にね、子どもさんたちもきちんと学校に行ってますし、まあ、就職したり結婚したりっていうのも、そうですね、私たちが来た時には多少問題があったようなこともありましたけど、今は子どもたちが外で住むということとか、そういうこともいいんじゃねえのというようなね、おおらかな感じになりました。で、一番それが顕著なのは冠婚葬祭が劇的に変わってきたということですね。冠婚葬祭、特にお葬式の場合は近所の人が、まあ、グラブって、まあ、大体 何件か あるんですが、10件か15件ぐらいのグループがね、お葬式の時には3日間ぐらいお手伝いっていうのがありましてね、それでサラリーマンの人たちは本当に大変だったんですが、農業をやってる時は3日間というのはなんとかなくても、勤め人が3日間会社を休んで仕事をしないっていうのは大変だなと。私たち引っ越してきた20、30年近く前の時にはそういう経験のことでした。で、私らもどなたかが亡くなると、朝から晩からお昼ご飯だとか夕飯だとかいろんなことを作りに、その亡くなったお宅に行って家の片付けから何からお手伝いしてましたけど、徐々に変化してきたなと思った時にこの事故があったわけですよ。で、その時にもう家には入れないわ、近所の人はどこ行ったかわからないわ、でじいちゃんばあちゃんが死ぬわ、どうしようっていうことになった時に、やはり町の人たちと同じように葬祭場で、家族葬でやるということが主流になりました。ですから今は、まあ、仕事をしている現役の方のご家族が亡くなった時はどうしてもその関係で大きなお葬式になりますけれども、小さなお葬式、まあ、小さなって言うんですけれども、定年退職した方の葬式や何かのご家族のお葬式の時なんかは、まあ、割にコンパクトな形 で近所の人のお手伝いもほとんどいらないということになってきましたので、住みやすい環境というかな、まあ、前のあれが良かったのかどうかはよく分かりませんけれども、無駄も多かったお葬式の準備っていうのは皆さんご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、それがなくなったということですね。で、それで今度葬祭場できちんとできて、家族も別れがね、別れの時間がきちんと取れる、お手伝いがたくさん来てると別れの時間も取れずに作業に没頭するというようなことでしたから、まあ、それはある意味今度の事故で改善された部分だなというふうに思ったりはしております。まあ私の勝手な思い込みかもしれないけど、そんな気はしておりますね。それから近所の方々の家族関係を見てると、やはり親がその地域で、ゆったりと暮らせるようになったと、失敗しなくてもいいやということになると、逆に外で働いてる子どもたちが休みのたんびによく現れるんですよね。で、それぞれがまあすごい車に乗っかっちゃってですね、帰ってくるから家の前が車の洗車場みたいなんで、私よく笑うんですが、本当にね、家族が外に出てても、前はね、夏休みとかね、休みのたんびぐらい程度でした、大型なんです。でも今は
月に2、3回土日だとか金曜日の夜からとか、こういうふうな形の家族が私は増えているように見えます。それから一旦結婚して外に出てた家族 もう徐々に子供が生まれたからやっぱり田舎で育てた方がいいやとかいう形で戻ってきている人もいられます。したがってですね、こんだけ大騒動の日本中世界中騒いだこの事故の決着は100年経たないとつかないとは思いますけれども、少なくともここ20年ぐらいの間にそれぞれの家庭の中で決着の結論がある程度出るような気がします。で、まあ、確かに公に文句言ってるのはそれは一番気が楽なんです、ある意味は。だけどやっぱり自分の家庭はどういう形にしていくのかというのは常日頃からこんな事故がなくても考えておかなくちゃならないことだということを私の近辺の方々も学んでいただいているような気がします。準備をする、心の準備をする、ただ若者がいねえんだって文句言ってるのはなぜいないのか、理由を探せよって私たちは言うんですけど、それを皆さんそれぞれの家庭の中で探したようです。で結論を少しずつつけていって若い人たちも考えるようになったというような気がしますね。他にもありました。これで終わりですか。私の写真はこんなもんなんですが、まあ、うちに帰りもまだね、愛する犬とかですね、いろいろいるんですが、やっぱり最後に申し上げたいのは、今回避難の時にね、やっぱり一番私がね、心配したのは、家でペットを飼ってた人たちが置いてきぼりをして帰ってたわけです。でそれで随分ボランティアの人たちが入ってくれて回収してくれて、それでシェルターまで作ってくれたんです。くれたんですが、そこに無事入れた犬や猫や、まあ、ウサギはいなかったのかな、その子たちは、まあ、もらわれていったり元の飼い主に見つかったりなんかして、相当数まあ良かったんですが、中で、死んでしまったりしたのも相当数います。でこれからまあ昨日あたり見てたのは雨でね、孤立したところで、救われた人たちが犬を抱いてそして救われてましたね。だからこれはそういう時代に入ってきてるから、救うのも犬が置いてこいとは言わなくなったと思うんですよ。ただし猫の場合はどっか行っちゃうんでなかなか難しいんですが、これも大事な猫だったら危ないと思ったら最初からそれをどうするかっていうのも考えておくべき問題だと思います。すごくね、助かりました。犬や猫がいることによって人の気持ちはガラリと変わっていくんだなと。で私早くにその宮古島の20キロ圏外のところに犬を預けたんで、その犬を連れて宮古島の中をずっと散歩して歩いてたんですよ。そしたらもうみんな残ってた方だったらね、犬を見て涙を流して喜ぶんですね。だから大事な点かなと思います。今後こういう問題が起きた時に、ね、避難の問題を考える時にやはりそのご自分のうちの元の生活の形というのをそれぞれもちゃんとこう列挙しておいて、何が大事かというのを大事なのの優先順位をつけてというような心がけも今後必要かなと思います。どうもありがとうございました。楽天家のもんですからね、これからも楽天的に生きていきます。